強いんだよ。 つまらないものを切ってしまった。僕の出番だね。 Thank you.
여유 여유. 지우 우츠토키와 頭を 狙うんだよね. 少なそうだね。 銃を撃つときは頭を狙うんだよね。 つまらないものを切ってしまった。 つまらないものを切ってしまった。
は必殺技で決めるよ。久しぶり、5PB だよ。みんな今日もよろしくね。ルフィのペンネームナリキンさんからのハガキです。やあ 5PB ちゃん、こんばんは。この間商売で一儲けすることができたんだ。おかげで自宅にプラネテューヌ製の最高の音響システムを揃えることができたよ。これでいつでも 5PB ちゃんの曲が最高音質で聴くことができるようになったんだ。次の新曲も期待しているから音楽活動は頑張ってね。僕の曲を聴くために高い機材を揃えてくれるなんて、ナリキンさんありがとう。これからもいい曲作っていくから応援よろしくね。ちょうどここで時間みたい。それじゃあみんな、また今度。バイバイ。この番組はあっという間にお届けでおなじみの通販サイト amazon.net の提供でお送りしました。
はそうだね。よろしくね。ルビーのペンネームおぷおぷさんからの電光はがきです。やあ 5PB ちゃん、今日はこのラジオを借りて礼を言いたい人がいるのだ。きっとラジオを聞いているであろう紫の髪の少女とその仲間たち、そう君たちだ。よくぞ私の購入権利証を取り戻してくれた。褒美に我が社の超人気商品の購入権利証をあげよう。何、たくさんあるからな、遠慮することはないぞ。一体何の購入権利書だったんだろう。ああ、すっごく気になる。なんだろう。ちょうどここで時間みたい。それじゃあみんな、また今度。バイバイ。この番組は兵器からガングまでラステーションのアブニールがお送りしました。
間は終わってないんだな。気合い入れていくよ。看護実習もこのくらい簡単だといいんですけどね。思ってる以上にすごかったりする？